です。本日も、2018年買ったものシリーズやっていきたいと思います。それでは、スタート。今回はですね、2018年に買って良かったもの、こちらをやっていきたいと思うんですが、2018年にですね、買って良かったもの、いくつもあってですね、ちょっと絞りきれないところもあるんですが、その中でね、実はレビューをしてないものもたくさんあります。こちら、レビューをしてないもので買って良かったものを、今回は取り上げていきたいと思います。まず、一つ目ですね、ちょっと大型商品なので実物をお見せできないんですが、今私がここ座っている椅子ですね。塚本エイムのエアリーシェイプスマート。こちらを購入しました。この商品自体はね、全然新商品じゃなくて、以前からある商品だったんですが、前に、これを一度ね、座ってみて、とっても良かったんで、ずっと欲しかったんですけど、お値段結構するんですよね。なのでずっと悩んでて、そしたら、中古でね、結構お安いお値段で購入することができたので、購入しました。このエアリーシェイプシリーズっていうのはどういう椅子なのかっていうと、骨盤をマッサージしてくれる、マッサージチェアですね、いわゆる。そういう椅子です。なので、ダイエット目的です。買われる方も結構いらっしゃると思うんですけど、腰痛持ちだったりとかする方にはおすすめです。私もね、実際車を長時間運転して疲れた日だったりとか、あと、撮影とかでね、重い荷物を持って歩き回って腰が痛い日によく使ってます。かなりね、骨盤に対するパワーが強いので、30分ぐらいね、マッサージするだけで、こう、すっきりした感じになります。腰周りがね、こう、疲れが取れて、すっきりする感じになります。これはね、本当に、サイズも大きかったんですけど、買ってよかったなっていう商品の一つです。で、次の商品ですね。2番目に買ってよかったもの。こちらもですね、ちょっと大型商品なのでお見せするのがちょっと難しいので、写真になりますが、ダイソン。ついに買いました。こちらも新商品ではないんですが、先日ですね、楽天でセールをやっているときに、ポイント 20% バックということで販売されておりました。で、まあ、ポイントのね、バックも大きいっていうのもあったんですが、ダイソンの掃除機って重いっていうイメージが強いのと、あと最近はね、もう国産のメーカーの、サイクロン式の掃除機もすごく性能が良くなってきてるので、まあ値段がね、かなり違うので購入迷ったんですが、今回思い切って買ってみました。まあ買った理由としては私のこの今いる部屋なんですが、カーペットが敷いてあります。で、私の髪の毛、長い子の髪の毛だったりとか、あとうさぎの毛だったりとかがね、よく落ちてるんですが、掃除機をかけて、さらにコロコロかけて、それでもね、なんかね、綺麗になった気がしなかったりとかして、すごく手間かかります。なので、ちょっとね、ダイソン買ってみて、使ってみたんですが、すごいね、やっぱりダイソン。かなりの髪の毛、ほこり、うさぎの毛、吸い取ってくれました。ちょっとね、最初に使った時、きちんとね、普段も掃除機かけてるんですけど、引くぐらい取れて、びっくりしました。で、その後にコロコロいつも通りかけてみたら、いつもは何回も何回も同じところずっとコロコロかけてるのに、そんなにね、コロコロかけなくても、結構綺麗になる感じでした。やっぱりね、どうしても取れない部分があるので、コロコロかけて仕上げしてるんですけど、コロコロをかける
手間がね、だいぶ楽になっただけで違います。で、重さについても、結構ね、思ったより軽くて、自分の部屋一部屋ぐらいだったらね、余裕でかけられます。これはね、買ってよかったし、まあお値段もお得だったかなと思ってます。あと買ってよかったもの。これはね、ちょっとリピート買いになってしまうものなんですが、こちら。です。ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、自分手帳という手帳です。スマホとかタブレットとか私使ってるんでね、手帳いらないんじゃないって言われそうなんですが、やっぱりね、紙の手帳は紙の手帳でまだ使ってる部分があって、こちらですね、もう何年目だろう、3年目、4年目ぐらいになります。で、まあもう、これ11月始まりなんで、もうだいぶ使い込んでるんですが、ちょっと中身をね、お見せすると、1週間単位でこんな風に書き込むことができます。なので、その日の予定だったりとかっていうのをね、この手帳を書いていったり、もちろんね、こういう月別のページもありますので、ここにね、大きな予定は書いておいて、さっきのところに細かい予定を書いていくっていうのもいいかと思います。何がいいかってね、シンプルです。いろんな手帳を使ってきました。仕事する上でね、いろいろ手帳って使ってきたんですけど、これが一番今のところシンプルで使いやすいので、最近はもう何年も自分手帳を購入してます。これもね、今年買ってよかった商品の一つになります。リピ買いなんでね、今年買ってよかったって商品の中にあげるのもどうかなと思ったんですけど、まあ、おすすめです。手帳に、まあこれ11月始まりなんで、もうとっくにでも1ヶ月以上過ぎちゃってるんですけど、手帳に悩んでる方、まあサイズもね、このサイズと、もう少し大きいサイズもあったかな。手帳に悩んでる方ね、一度使ってみてください。あともう、次はね、ちょっと、次はちょっと美容系っていうか、まあシャンプーになるんですが、こちら。じゃん。カラーシャンプー。ロイドのカラーシャンプーです。これまだ開けてないやつ、予備で買ってる分ですね。こちらなんですが、私の髪色見ていただくと分かる通り、かなり明るくしてます。これね、この辺から下は、ブリーチが2回入ってます。この辺から上は、ブリーチじゃなくて、普通のカラーリング、で、明るく、一番明るくしてもらってます。で、ブリーチとかね、明るくしたことがある方ってご存知だと思うんですが、明るくするとね、特に日本人の髪の毛の色っていうのは、黄色が残ります。青みと赤み、青いのと赤いのを先に抜けていくんですが、黄色が残るので、よくね、ブリーチ自分でされた方とかっていうのは、黄色い髪の毛とかオレンジだったりとかってされると思うんですね。なんで、ちょっとそれだとね、格好悪いなっていうのがあって、で、以前は、アッシュ系の髪の毛の色にしてたので、このロイドシリーズの紫シャンプー、紫シャンね、使ってました。そうすると、黄色みに対して、紫を入れることで、黄色の発色を抑えることができるので、ちょっとね、こう、あまり黄色しなくなります。で、今は、私これ、今回、もう、だいぶね、色抜けちゃったんだけど、こっから下がピンクパープルの、にして、上は、ピンクベージュみたいな感じにしてたんですが、まあ色がね、下の方はだいぶ抜けちゃったんですけど、ピンク系を今回入れてるので、ピンク色のカラーシャンプーを使ってます。これ使うことでね、ピンク色、非常に、まあほんと毛先見てもらったらわかる通り抜けてるんですけど、それでも黄色みが目立たなかったりとか、あとピンクがね、若干こう、
残ってる感じにはなります。わかるかな、わかりづらい、非常にわかりづらいと思うんですけど、まあ色落ちしにくくなるっていうか、まあ色が若干持ってるような感じにはなるのでおすすめです。で最後にですね、今年買ったもので、これはね本当は一瞬動画で紹介してるんで、全く紹介してないものではないんですが、その時はねそんなにね触れてなかったので、ちょっと改めて紹介させてください。こちら、洋服を、台湾に行った時のお土産で買ってきたクリームですね。お土産こんなの買ってきたよシリーズで一瞬取り上げてはいるんですが、まあ、あまりね、詳しく話はしてなかったので、これは今年買ってよかったもので、今後リピート、絶対私していくものの一つです。何かっていうと、本当はね、やけどとか傷とかにつけるクリームらしいんですが、お土産物屋さんでね、買うときに、肌につけてね、普通にこう、クリームとして使ってもいいですよって、美容クリームとして使うこともできますよって言われて買いました。で、私ね、こう見えても、すごく肌が、不安定で、荒れやすくて、季節の変わり目とか、皮がポロ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 むけちゃったりとか、吹き出物がすごくたくさんできたりとか、することがよくあります。で、最初ね、その肌の調子が悪くなった頃に、まあちょっとそういうのに詳しい友達に聞いてみたところ、ニベアがいいよって言われました。ニベアの青缶がめちゃめちゃブームになる前にね、ニベアだったら、多分、肌が荒れてる時でも保湿できるから、いいと思うよって言われてニベアを買ってました。で、ずっと保湿はニベアを使ってたんですが、まあ、ニベアを使ってても、やっぱりね、荒れる時は荒れるもんで、吹き出物がこの辺にできたりと、吹き出物がこの辺できたりとか、この辺の皮がね、むけたりとか、と鼻もね、すごく皮がむけたりしてたんだけど、それをね、今回洋服に変えました。まだ一番私の肌荒れのね、ひどい季節の、これから来る年明けの花粉症の季節を乗り切って、これで乗り切ってないので何とも言えないんですが、化粧水をつけて、まあ、乳液軽くつけて、で、これで最後、仕上げるだけです。で、これでね、秋も結構私、肌が荒れるんですが、ほとんど荒れることなく過ごすことができました。これ、通販も台湾の、この書いてあるところにね、連絡すれば日本まで発送してくれるそうなので、私これはリピートしたいと思います。これも買ってよかった商品の一つです。では、今回はですね、買ってよかった商品の中で、動画でね、レビューをきっちりしてなかったものシリーズを取り上げさせていただきました。次回はですね、今年買って良かったもの、トップ10をやりたいと思います。ということでね、今日取り上げたものも入ってくると思いますし、あと過去にレビューをやったものも入ってくると思います。なんか最初ね、順位つけるの難しいなって言ってたんですけど、トップ10ということで、今年買って良かったものをやっていきます。で、ご覧いただいてわかる通り、最新のものだけではありません。紹介しているのは最新のものだけではなく、過去にね、もう発売されてたものでずっと欲しかったけど、ようやく買えたものだったりとか、リサイクル品で手に入れたものだったりも含まれます。ただね、いいものはいいんですよ。何年経ってもいいものはいいと思いますので、ずっと買ってきたもの、今回、今年買ってきたものの中で良かったものトップ10を次回やりたいと思います。今回の動画が参考になったと思う方、高評価ボタンを押していただけると励みになります。また、チャンネル登録がお済みでない方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
では次回の動画でお会いしましょう。それではまた。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。